週刊漫画売上ランキング、漫画紹介 VTuber のムクドリンです。さあ、呪術廻戦のランキング上位がね、いつもながら占めているんですが、今回新しくノミネートした漫画は一体何だったのか、先週の漫画売上トップ10を紹介します。早速、ランキングに移っていきましょう。まずは10位から6位。呪術廻戦2巻、13巻、7巻、10巻、9巻。という風にですね、まあなんか大体6位から10位ってどうしても、その時のね、鬼滅の刃だったり、呪術廻戦だったり、ヒットしてる漫画のやつが続くので、そろそろ10から6位の紹介っていらないんじゃないかなという気がしてるんですが、引き続き、先週も呪術廻戦が6位から10位を占めていました。では続いて、5位から2位。呪術廻戦8巻、鬼滅の刃鬼殺隊見聞録2巻、呪術廻戦0巻、呪術廻戦14巻という順位でした。いやー、鬼滅の刃、なんかね、すっかり弱くなってしまいましたが、呪術廻戦がね、なんか変わって占めてますね。なんなんすかね、なんかまあ、使ってるランキング的にもしかしたら、そういうダーク系の売り上げが高めに出るランキングなのかなという気もしながら、この売り上げだけ見てると、結構鬼滅の刃レベルに売れてるなという印象ですね。さて、今週の1位は一体何だったのか、こちら。ダンジョン飯10巻ということでですね、新しく出たのはダンジョン飯の10巻が先週の1位を獲得しました。食べた魔物は数知れず、ついに迷宮の最下層、狂乱な魔術師シスルの住処にたどり着いたライウス一行、彼らを待ち構えていたのは迷宮最強のウサギということで、まあね、死闘に次ぐ死闘と、まあダンジョン飯というタイトルからは死闘がそんなに想像できませんが、死闘が描かれた。しかもですね、今回なんか200ページを超える大増量だそうなので、皆さんね、読まれてる方はぜひ最新刊読んでみてください。そして、今週ですね、10位圏内に入らなかったんですが、新刊いくつかまた紹介したいと思います。15位、かぐや様、告らせたい21巻、25位、彼女をお借りします、19巻。まあね、なんか最近の恋愛ものでは結構有名どころなのかなと思いますが、新しく15位と25位に新刊がついています。これね、まあ、かぐや様はね、映画にもなってますし人気でしょうというのもわかりつつ、かのかりもね、まあアニメやってましたから、徐々に人気が出てるのかなと思います。ちょっとね、先週、いつちょっと発売だったかまで見れてないんですけど、まあ多分数日分しか入ってないので、もしかしたら来週の売上ランキングで、トップ10入り。まあ1位はちょっとね、難しいんじゃないかなと思うんですが、多分トップ5にどっちも入ってくるんじゃないかなという気はしますね。ということで、今週の週刊漫画ランキングいかがだったでしょうか？もうね、やっぱね、同じ漫画が続くとね、なんかランキング作るモチベーションがだんだん落ちてくるんですが、引き続きやっていきたいと思うので、YouTube の登録、Twitter のフォローもよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。またねー。